地がもたらした悪夢のごとき日々は終焉を迎えた。三国と戦国の英雄たちは互いに争わぬこと、ある時どこからか禍々しい声が世界に轟いた。すでに消えたはずの魔王の声に似たその響きは、戸惑いながらも期待に胸を高鳴らせるダッキたち。声の響きに導かれるまま赴いた先で、この岩は何なのか、声の主は何者なのか、わからない。しかし何かが始まろう。この岩にオロチ様が復活すれば。だけどどうすりゃいいんだ。ボーナルイオウン。さあね、適当に争いを起こせばいいんじゃない。お、だったらちょうどいいじゃない。脅威たちが。もう私たちの動きを察したってわけ。脅威さんってば鼻が利くわね。ま、試しに戦ってみましょう。そしたら何か起こる。そうこなくっちゃ。よし、久しぶりに暴れるぜ。それにしてもこの岩、オロチ様の力の名残を感じるのは確かね。けどオロチ様の気配は感じない。ま、面白そうだから何でもいいか。久しぶり。ダッキ、ここで何をしている？いや、我々に隠れ、ようなことを企んでいるのか？そうだろ。実はさっき、親切に教えてあげるわけないでしょ。我々が戦う理由はないはずだぞ。だって面白いことが起きそうなのよね。楽しみ。争いは避けたかったのだが。やったー。ごめん。やっほーどい。人間どもをぶっ倒せ。たちに懲らしめてもらわなきゃね。やはり半兵衛が申した通りだ。ダッキが信念に背いたならば放置できる。はいはい、待ってました。さ、俺たちも張り切っていこう。ダッキちゃんの邪魔せんといて。ほほう、遊び相手が増えたみたいじゃない。の限りを尽くしましょうぞ。
ません。脱落させてもらうね。あー楽しかった。みんなが慌てふためくのを見るのって最高。ダッキーちゃん喜んでる。うちも嬉しなってきたわ。我らの勝負。この偽物の脅威さん、どうやらあの岩が作りだ。これを利用すれば。なんや、岩の力さっきより強なってへん？言われた通り戦ったからなんかな。そうかもね。戦い続けたらもっと楽し。悪いが、俺はここでおさらばするぜ。なんか。はあ。おじけついちゃったってわけ？大好きなお師匠様に怒ら。そんなんじゃねえよ。ただこの岩なんか、まあ暴れざるがいなくても何も困らないし、私たちは偽の脅威さんで遊ぼう。なんで